宇田川祐希代表招集ようやっとるけど、さすがに時期尚早すぎんか。ワイもそう思うで、今年もまだ新人王資格ありやし。まあな、ただ魅力はある。道知りで知った人も多いだろう。19登板しかしてないのかよ。40登板ぐらいやってるもんだと思ったら、こいつ呼ぶならヤクルトの清水とか巨人高梨とかのがええわ。平野が正直欲しい。湯浅もちょっと怪しい仕上がりになってる。イケメン好きの栗山なら山崎も好きそうだったが、湯浅もな、1年活躍しただけやのにかわいそうやわ。正月でデブリまくって監督にキレられたもよ。ダルや大谷投げた後ぶっ壊したら大変なことになりそう。先発のすごいのかき集めて中継ぎをさえやらせればいいだけだし、ダルとか何でもできるやん。湯浅って WBC 玉全然ダメなんだろう。高橋も怪しいって記事やったし、投手やばそう。道知りまで知らんかったわ。朗希は強化試合の時よりボールに適応できてるみたいやね。ランナーいる状況でリリーフした時の指標とかってないんかな。宇田川はキャンプやと一応球速は154なせてるみたいやが、まだ調整段階とはいえ、育成2人にホームラン打たれてるのがな。ご視聴ありがとうございました。